皆さんこんにちは。この世界は驚きにあふれています。皆さんは生物の授業で食物連鎖という言葉を習ったと思います。ある動物が他の動物を食べることにより物質とエネルギーの受け渡しが行われているということです。そして私たちは動物が植物を食べるというケースに慣れています。しかし今回のビデオではその逆に動物を食べる植物の数々を紹介します。すべての生き物は生命を維持するために窒素とリンを必要とします。動物はこれらを食物から、植物は土壌から体内に取り込みます。しかしこれらの必要な元素が土壌に少ない場合、植物は動物を捕まえ消化し、そこから溶解した栄養素を吸収する必要が出てきます。このような食虫植物は約630種類知られています。そして獲物を捕獲する方法を大きく分けると、能動的なアクティブキャッチャー型と受動的なパッシブトラップ型の2種類があります。受動的な狩りをするタイプの植物は、昆虫を誘う甘い蜜と近づいてきた昆虫を捕まえる壺のようなトラップを持っています。その壁は滑りやすく、またそこには獲物を消化する消化液があります。この種類の植物のトラップは獲物が触れることで作動します。最も有名な食虫植物の一つがハエトリグサで、多くのホラー映画のモチーフにもなってきました。というのもハエトリグサのトラップからの生還はほぼ不可能だからです。これはもちろん昆虫についての話ではありますが、ハエトリグサの歯は恐ろしい怪物の口を思わせます。それぞれの歯には牙のようなトゲがついており、それが牢屋の格子のような役割を果たし、一旦歯が閉じられると獲物はそこから出ることができなくなります。もし空振りだったり、捕まえたものが食べられないものだった場合、30分程度で歯は再び開きます。もし捕まえたものが昆虫だった場合は、獲物が完全に吸収されるまでそのトラップは何週間も閉じたままになります。閉じられた歯の中で獲物が動けば動くほど、その歯は強く締まってゆきます。最終的にその歯は完全に閉じてしまい、動物の胃のようになり、そこには特別な線を使って消化酵素を含む液体が供給されます。自然界においてハエトリグサの餌食となるのはほとんどの場合は小さな昆虫やクモですが、時にはナメクジや小さなカエルが捕まることもあります。モウセンゴケの仲間は食虫植物の中で最も広く生息しており、世界のさまざまな地域に約100種類も存在します。しかしモウセンゴケが持つ歯のトラップは少し珍しいものです。歯は小さなプレート状で、表面は多数の毛で覆われています。それぞれの毛の先端では粘液の雫が太陽の光を受けて輝いています。この光で獲物の注意を引きつけます。この美しく輝く露は強い粘着性を持っており、昆虫にとって致命的に危険なのです。モウセンゴケの歯は非常に敏感で、一部にほんの軽く触れるだけで歯が真ん中で折れ曲がり、危険な露を持つ全ての毛が獲物の周りに集まってきます。モウセンゴケは非常に理性的な捕食者だと言えます。この事実に気づいたのはダーウィンです。ダーウィンはこの植物がどの程度獲物を襟好みするのかを調べるため、モウセンゴケの葉の上に牛乳、肉片、紙と石を乗せました。驚いたことに、モウセンゴケは有機物にしか反応しませんでした。葉の上の物質が食用であると判断すると、葉は信号を受け取り餌を取り巻くように丸まり始めます。虫取りスミレは多年生の食虫植物で、実際スミレに似た愛らしい花と鮮やかな緑色の美しい葉を持っています。しかしそんな可憐さとは裏腹に、これも食虫植物なのです。昆虫の消化を担うのは甘い粘性の分泌物と消化酵素の2つです。虫取りスミレの消化メカニズムは先ほど紹介したモウセンゴケに似ていますが、虫取りスミレの葉が閉じるスピードはかなりゆっくりで、さらに多くの場合全く閉じません。これは葉の表面に消化腺があるため
葉を閉じることなく消化することができるのです。昆虫が甘い分泌物に誘われて鮮やかな緑色の葉に止まると粘液に捕らえられ線から分泌される酵素で溶かされてしまいます。タヌキモの仲間は南極大陸と多くの海洋島を除く世界中に分布しています。この植物は溝、池、沼地など水のたまり場やゆっくり流れる水中で自由に漂っています。水中の美しい葉についている小さな捕虫道は非常に洗練されており、またこれは内側に向かってのみ開くようになっています。水中には多数の小型甲殻類、水生昆虫、藻類が漂っています。これらが捕虫道に偶然ぶつかると捕虫道が素早く開き、瞬く間にタヌキモのトラップに捕らわれてしまうのです。そしてもはやそこから抜け出すことはできなくなり、捕虫道の壁にある消化吸収腺が獲物の体を吸収します。このようにしてタヌキモは水生環境では不十分で得ることのできない全ての植物に必要な窒素化合物を取り込むのです。ちなみにタヌキモは水槽で育てることができます。水にミジンコなどの微生物を入れておくと狩りの様子を観察することができます。ダーリングトリアカリフォルニカは実に意地の悪い植物です。甘い香りで昆虫を罠に誘い込むだけでなく、その壁にはさらに下へ下へと誘導する偽物の出口まで備えています。この植物は英語ではコブラプラントとも呼ばれます。全体の姿が攻撃に向けて頭をもたげた蛇の姿に似ており、さらに赤くねじれた舌を思わせる付属物が垂れ下がっているためです。ダーニングトリアカリフォルニカはこの舌から分泌される蜜を使って罠の入り口に獲物を引き寄せます。ところどころ光が透けるほど壁が薄くなっている箇所があり、出口のように見せかけています。獲物は出口を探す間に疲れて下に溜まっている消化液に落ちてしまうのです。ウツボカズラは熱帯林に広く分布する捕食性のツル植物です。また壺型の捕虫器から猿が雨水を飲むという報告があるため、この植物には猿のコップというニックネームもあります。捕虫器の壁の内側には蜜とワックスを分泌する線があります。甘い蜜で獲物を誘い込み、滑りやすいワックスで虫が逃げるのを防ぎ、やがて獲物は壺の底の消化液に落ちて溺れてしまいます。ウツボカズラの仲間のほとんどは小型で昆虫を獲物としますが、ネペンテスラフレシアナやネペンテスラジャなどの大きな品種はネズミやトカゲ、小鳥などを捕まえることもあります。ヘリアンホラも葉を筒状に丸めた美しい食虫植物です。筒状の葉の上部には余分な水分を排出する小さな隙間があります。これは決して偶発的なものではなく、蜜に誘われてやってきた獲物を水中に落として溺死させるという目的を果たすために他なりません。ヘリアンホラは次のように昆虫を誘います。筒状の葉の上部には蓋がなく、先端はサジ状になっており、そこから蜜を分泌します。葉の内部の面は下向きの軟毛で覆われていて、これで昆虫を下へ下へと誘導します。しかし一旦内部に入ると戻る方法はないのです。ドロソフィルムは別名ポルトガルハエトリグサとも呼ばれる地中海原産の低木で、モウゼンゴケに近い種で、甘い香りで昆虫を誘い粘液を帯びた葉で捕獲します。ドロソフィルムの消化吸収のスピードは際立って速く、別の肉食性植物が一匹の昆虫を消化するのに数週間かかるのに対し、わずか1日で数十匹ものハエや昆虫を消化吸収することができます。サラセリアの仲間のほとんどはカラフルな色彩を持っており、黄色、紫、緑が目立ちます。トラップの入り口付近は最もカラフルになっていて、遠くからでも目を引くようになっています。
泡筒状で甘い蜜を分泌します。この罠にかかるとその昆虫はもう終わりです。消化と吸収については他の食虫植物とほぼ同じです。サラセニアの狩りの様子はハエトリグサと比べると相関さに欠けますが、それでも春から夏にかけて咲く花は非常に独特で、観賞用としても人気のある植物です。興味深いことに、さまざまな小鳥がサラセニアを一種の餌台のように利用しています。小鳥たちはそこでまだ完全に消化されていない昆虫を食べるのです。今回紹介したような肉食性の植物は自然の奇跡と呼ぶことができます。最近ではこれらの珍しい植物がネットショップをはじめ多くのフラワーショップで購入することが可能です。実に様々な品種が販売されているので、皆さんも自分の家を緑のハンターで飾ってみませんか？もしこのビデオが気に入ったら、いいねを押してチャンネル登録をしてください。また次回お会いしましょう。